ああ、疲れた。もう、びっくりしすぎだってば。言ったでしょ。苦手なんだって。レイのびっくりした声しかしなかったわね。サラちゃんはびっくりしなかったの。こういうのがあるんだなっていう面白さが勝っちゃったかなって感じ。でもヒイラギったら、何か音とか聞こえるたびにビクッとかしちゃってさ、見てて倍面白かった。お前こういうのダメなのか。まあ、な。いや、作った甲斐があったってもんよ。ありがとうね、いいもの見させてもらって。また他のところも、いろいろ回っていくといい。はい、ありがとうございました。落ち着いたか。うん、なんとか落ち着いた。ありがとね、アスカ。おう。あ、それと。だよ、どうした?お化け屋敷の中での私は、忘れてほしいな。忘れてほしい、あれを。うん。なんで?恥ずかしいからに決まってるじゃない?ああ、なるほど。あれを忘れろってか。そりゃ無理難題だっての。なんでもいいから忘れて。あの時の私は、不覚を取ったの。わかった、わかったわよね。てかわかれ。わかったわかったから、もう、そんなにまくし立てるな。ならばよし。ゼロ距離な上に胸をしつけてきたのを忘れろとは酷な話だぜ。しかもぐっそり匂いしてやがったしよ。忘れられるかあんなもん。あれ、アスカなんでそんな顔赤いんだ。何かあったのか。気にするな、俺の問題だ。お、そうか。たく、無理難題言いやがって。もしかして、昨夜と何かあったのかな。いやー、うまかったぜ。たこ焼きに焼きそば、チョコバナナ、よかったぜ。元気ねあんた。なんだよ霊夢、まずかったのか。焼きそばにチョコバナナはいいわよ。でもさあ、たこ焼きがロシアンルーレットになってて、なんで私がセイロガン入りのたこ焼き食べなきゃいけないのよ。私のアイデアだぜ。どうだ、私と同じ気持ちになったか。わかりたくもなかったわよ。たく。あれ作られちゃったんだ。食べた霊夢はお気の毒にだな。あれ作ったのか。あんだしたのはマリサとして。それ採用したのどこの誰なんだ。あー、マイクテスト、マイクテスト。本日のご飯はチャーハン、にゃにゃにゃのなー。よし、オッケー。なに、今の。生徒の皆様にお知らせです。今より運動場に、タイマンバトルのトーナメント表を開示しようと思います。会場も運動場、また、今より約1時間後にルール説明をいたします。出場する人は遅れないようにお願いします。ねえ、今のケイネ先生だよね。なんだったの、あのマイクテスト。ケイネ先生、ああいうところあるからね。多分みんなを笑わせるためだと思うよ。苦笑いもあるかもだけどね。かもね。思えばそろそろ昼頃になるな。見に行くか。出るわけじゃないが、誰がどう当たるのか、気になるな。行くだろ、みんな。それはもちろん、見に行くさね。出るしね、私たち。どうせすぐわかるんだけど、まあ見に行くよね。俺、誰と当たるのかな。去年はここに貼られてたけど。あったあった。これだ。今回はどのくらい出場するのかなっと。ひーふみー。よう、8人だな。意外といるわね。よかった。ちょっと待った、あんたも出るの?それに1回戦あんたとだし。へへん、お祭りごとなら参加しないわけにゃいかないんだぜ。たく。幼馴染とやり合いするってなんか複雑だわ。私はスミレコとやるのか。俺は、どこだろ、って。マジか。しょっぱなから表記とやり合うのか。いきなり4人衆と戦うんだね。ここは踏ん張らないと。やったぜ、運は俺の味方をしてくれてるようだ。いきなりお前と当たるのは、これは運命かもな。いい試合にしようぜ、レイ。元気だな、お前。まあいいや、よろしく。俺の1回戦の相手は、俺とだな。え?マジ?ああ、しょっぱなから俺とだ。運がいいのか悪いのか、わからんがな。ま、よろしく頼むわ。おう。よろしく頼むわ。
すげえやつと当たったもんだな。だな。まさか野生コンビの片割れと試合することになるなんて。勝ち目、あるのか？やってやるさ。そうか。げ、列があんた兵馬とやるのね。怪我しないようにしなさいよ。あらほんとだ。大変だね。同情的なコメントしかないんかみんなは。さて、皆様昼食はお済みでしょうか。ここからの種目は、ご飯を食べてエネルギーを補給してないと大変ですからね。さあさあ、今年はどんなバトルが繰り広げられるのでしょうか。申し遅れました。私は前日と引き続き聡明祭の種目を実況させていただく。聡明学園のバビンビンボビンビンこと、社名丸彩と申します。どうぞよろしく。さて、今回の種目はタイマンバトル。能力使用ありのガチバトル。これを楽しみにされていた方もいらっしゃることでしょう。さて、まずは先生方からご挨拶の言葉を頂戴しましょうか。校長先生。はい、校長の朝倉です。聡明祭第2部の中心イベントとされるタイマンバトル。今回は8名の生徒が出場の意思を伝えてくれました。本気も本気、ガチで頑張ってほしいところですね。あ、でも入院レベルな大怪我はしないようにしてくださいね。以上、朝倉でした。はい、ありがとうございました。続いて実技の先生を代表して、ひじり玉蓮先生、お願いします。ご紹介に預かりました、ひじり玉蓮です。ついに本番となったタイマンバトル。本気と書いて、マジ？本気と書いて、ガチ。そのような試合を、期待しておりますよ。そして個人的に、4人衆以外の生徒たちが勝ち上がるかどうか、そこもどうなのか、見てみたいところです。以上、ひじりでした。ありがとうございました。いやー、確かに4人衆以外の生徒がどこまでやれるのかが気になるところですね。なんて言ったら、緊張しちゃうかな、なんて。さて、それでは、今回タイマンバトルに出場する8名の選手を、ご紹介いたしましょう。まずはこの人。魔法とはパワーだぜ、そう言わしめる圧倒的効果力な魔法使い。霧雨マリサさん。さて、何か一言お願いします。こんなお祭りごと、参加しねえと損だからな。私なりに楽しませてもらうから、よろしく。次の出場者です。持ち前のサイコキネシス、いつも何ができるか格察していますね。今回はどんな活躍を見せてくれるのか。うさみすみねこさん。一言どうぞ。私もマリサと同じ感じで、お祭りごとに参加したくてたまらないんですよね。今回は普段の実技の成果を見せられたらいいなって思います。よろしくお願いします。いやー、どんなものが見られるか楽しみですね。さて次です。転校してすぐに4人衆の氷樹くんと手合わせ、そこでいい立ち回りを演じた実力者。今回はあの時の決着を見ることはできるのでしょうか。ヒイラギレイくん。さあ、意気込みは。まあ、今回初っ端からやり合うから、決着はすぐ見られると思います。まあ、でも、俺も男です。無駄な姿は見せないよう精一杯頑張ります。一回戦から熱いバトルが期待されますね。さて次に行ってみよう。文武両道のナンバー2。今回はどこまでその力を見せつけてくれるのか。白霊霊夢さん。さあ、一言お願いします。今回はほぼ強制参加ってことだけど、やる気がないわけじゃありません。4人衆の一人として、かかってくるやつは残らず叩きのめします。霊夢さんから叩きのめすって言葉が出るのは珍しいですね。それだけ本気であることが伺えますね。それじゃ次。野生に溢れる戦闘スタイルで敵を翻弄する剣士。本気で戦うことを許可された彼は、どこまでボルテージを上げてくれるのか。ロークン？意気込みのほどは。全員ぶっ倒す。特に霊には絶対に負けない。4人衆の一人として、格の違いを見せつけてやる。目が完全にガチでしたね。いやー怖い怖い。さて次です。氷樹くんと並んだ野生コンビの片割れ、冷静な瞳の中に見える燃え盛る闘志、どこまで本気を見せてくれるのか。龍馬くん。
たことありますかな。支援が混じるが、俺は中川に雪辱を果たしたくてここにいる。本気も本気で戦え、カズ。それだけだ。それ以上の言葉はいらない。そういう風に見えますね。さて次、転校生組の超絶美女、その力は未知数。どんな戦いを見せてくれるのでしょうか。中川沙羅さん、さあ、意気込みをお願いします。私はローマの挑戦を受けて立つためにここに立っています。正直に言うと本気を出すかわかりませんが、いい思い出が作れるよう頑張ります。いや、思い出作りですか。いいですね、頑張ってくださいよ。さて、大鳥です。夏休み前に能力が開花したばかりの新生とも呼ぶべき生徒、本命林先生との特訓の成果を思う存分発揮してちょうだい。七峰菅君、さあ、意気込みはありますかな。普段は友達のみんなでも今日だけは言わせてもらいます。4人中で、お前らをぶっ飛ばして俺は勝利をつかむ。俺がここに立っているのはそのためだ。おっと、ここでなんと宣戦布告、とんでもないことを言い出した。これは楽しみです。彼の活躍に期待しましょう。まったく、かっこいいじゃないか、哲学君。彼の性格まで変えてしまいましたか。そのつもりはないんですがね。それだけ本気になったということでしょう。これは楽しみですね。さあ、皆様の意気込みも聞けたところで、押し始めましょうか。タイマンバトル、開幕です。いやー、哲学君短歌切ったねー。かっこいいよあの子。みんなも誰が勝つか、予想してみてね。さて、質問返答だ。好きな食べ物、今食べたいものは、寿司ですね。それに今も寿司が食べたい。何年か後に茶番劇投稿者になりたいと思ってるのですが、これって友達と同じタイミングでやってもいいですかね。いいと思いますが、今はゆっくり茶番劇に需要があるかといったらそうでもないのが現実です。今は VTuber が主流ですからね。頭の痛い話ですよ。ですが、パソコンと必要なダウンロードが終われば、すぐに始めてもいいと思いますよ。別に友達と合わせる必要もないかもしれませんがね。またこれはなかなかボリュームがある難題なので、別で動画作った方がいいかな。これから始めようかなって人がもしいて、俺から色々聞きたいって人がいれば、簡潔に動画を作成します。さて、今日はここまでかな。まだまだ質問、相談等募集してますんで、ぜひコメントくださいね。じゃあね。あ、もし茶番劇始めたい人向けの動画を作るときは、結構正直に答えますんで、それも聞きたい方はリクエストくださいね。